皆さん、こんばんは、マーティン。ダーの脈ボーイ、キングです。特別支援、学習あるあるパート2いきます。まあ、体育関係ですね。飛び箱、鉄棒、縄跳びに取り組もうとしません。なぜ取り組めないか。まあ、判断が曖昧。そして、体の大きさ、手足の位置が弱い。やはり、体が回転したり、ふわっと浮き上がったり、感覚に恐怖を感じる。鉄棒だと縄跳びの縄を立てる音に過剰に反応する。集中力が続かない。あとはまあできるようになるまでの見通しが立てられない。まず子供の得意な運動で遊びを課題を克服する。はい。あとはコツをタイミングがつく分かりやすく言うんです。はい。できるまで見通しを立たせる。飛び箱の上にジャンプをしたら、手をついて飛び箱を越すんだよっていう感じ。はい。あとは脇を締めることで縄跳び、撮影した映像の出来栄えを先生と確認することが大事です。苦手な運動を得意になるには好きな運動を入れて練習することが楽しくなるんです。苦手な運動の後にです。教材を工夫して恐怖心を取り除くようにするんです。はい。これは補助ベルト、安全パッド、こういうマット、これで危険がなくなるんです。はい。というわけで以上です。バイバイ。